おもてなす、おもてなす、おもてなす、おもてなす。いるんですか、どうなんですかっていうね、質問が多かったんで使っていきたいと思います。おもてなすね。こいつなんかいたよね、似てるやついたよね。これか、これの色違いか、モテアマスの色違いだね。はい、まあそれはいいでしょう。このパーティーで使っていきたいなと思います。あれやね、温泉コマさん、温泉コマさん、それなかなか出てこなかった。これね、一番簡単なのは昨日もやったけど、あのマジで今回の温泉コマさん強いから、今 HP 間違えた、今 HP100% でしょ。今日のフレンドの調子は、あー今日も微妙な調子やな。まあまあ2人いれば十分でしょう。これまた 10% 減らして、まあ、漢方1個ぐらいあると思うから、これ 190% にしたらめっちゃ楽です。これ下手したら1フィーバーで倒せる。まあさっきの質問に真面目に答えるとね、温泉コマさん勝てたよ、漢方を使ってでもね勝てたよっていう人は別にいらないかな。うん、別にいらない、おもてなすに関しては。ただ勝てないよっていう人はいるかな。真面目に答えるとそんな感じです。ただイベント終わってから使うかって言われたらね、まあ 1000% 使わないね。うん、1000% 使わないわ。まあ SS やし、言うて SS やし、しかも国消しやからね。うん、使うことは1000% ないでしょう。若干このコマジローとプニ似てない？わかる？この黄色がかった、この黄色がかったやつがちょっと若干似てるわ。ちょっとずるいなこれ。これ若干、ちょっと待って、フィーバー入っちゃった。ヤマタンの調子は？ヤマタンの調子は良かったわ。ヤマタンの調子は良かったわ。いやでもこれごめん、1フィーバーじゃ無理かもしれんな、これ。これ1フィーバーじゃきついな、これ。もう一回行くか、ヤマタン。もう一回行って、HP はあるね。これ、あれね、横消しね。横消し。だから、母ちゃんよりも、まあ連発はしやすい。こんな感じ。で、一発10万ぐらいか。ヤマタンもう一回いける ?HP は大丈夫かな。うわ、ヤマタンがずるい。頼む!あ、無理か。あ、惜しい !1 フィーバーじゃ無理だったわ。いや、ワンチャンあったな、でも。どんぐらいダメージ？ダメージどんぐらい？ちなみに75万。ほらもうあと2発ぐらいか、あと2発打ててれば1フィーバーで倒せるかな今ね。まあこんな感じで、まあ強いかな。このステージに関しては強い、おもてなす。あ、ちょ膨らまなかったんだ。ちょ待って HP 意外とやばい。やばい、これ終わったかもしれない。嘘でしょ。あと1発。コマジローと似てるんだよ。やばい、450。まあ、ちょっと事故ったけどね。いや、いけたんだよね、今の。いけたな。やり直す？まあ、いったたまには、ちょっと失敗したやつを動画にしていくスタイル。あれもいけたよね。いけたけど、まあ、全然膨らまない。覚醒しましたんでいいね。もう覚醒火の下で倒す。逆に。OK! こんだけしか HP 残ってなかったんかい。まあこんな感じで、まあ別に無理して1フィーバー狙わなくてもね、全然いいけど、このステージでは強いかな。OK! これ何来るかな。昨日ご褒美やったから、できたら創造主が来てくれればね、まあいい感じなんやけどね。できたら、いや、ご褒美っぽいな。あ、創造主来たわ。じゃあ創造主パパパーっとやるわ。はい、ってことで創造主ね、まあ昨日ご褒美のパーティーと同じでも全然いいんやけどね。全然いいけど、まあたまに事故るからね。たまに事故るんよ創造主。だからまあさっき使ったおもてなすとか母ちゃん、まあ1体入れた方がまあ安全ちゃ安全かな。うん、これでやっていこう。いや、今回ポイント減ったからね。せっかくゲートイベントちょっと Y ポイント稼ぎ頑張ろうと思ったらさ、減ったから、ちょっとあれなんよね。まあ、これでいいかな。これでいいです。これで待つだけね。たまにね、これいけるかな。多分左とかが残るんじゃないかな。それで、ほら、ちょっと残ってる。残ってる。あ、残ってる。ほら、ちょっと残るっしょ。ちょっと残るの。
だから、まあ、極地の子入れないんやけど、こっちの方が安全。安全ちゃ安全。こんな感じです。はい。5ポイント少ないんやけど、これ5ポイント少ないと想像して結構あれよね。渋いよね。69とかでしょ。確か。確か69とかね。ほら、69でしょ。だから、前回と比べるとね、まあまあ、かなり減ったんやけどね。ボスやる？ボスいる？まあ、でもゲート初めての人もいるから、一応やるか。一応やります。はい、ゲートキーパー。もう、100回ぐらい倒したけどね。もう、今までのゲート合わせれば、ね。ゲートキーパーも変えたらよくない？もうそろそろ。これ4サイズでいける？ 4 サイズチャレンジ。4サイズでいけたよね、多分。あ、でも、プニがない。あ、いけたわ。で、これで終わりや。はい、真ん中ピン刺して、母ちゃんか、おもてなすで終わりです。はい。まあ、ご褒美と創造主はこんな感じで。で、冬の間じゃないや。冬の間は前のイベントか。なんだっけ。湯けむりの間、それ。湯けむりの間が来たら、30分ね。やることなくなるっていうやつやね。OK! 結構漢方落ちるね。なんか結構漢方落ちる気がするわ。はい、ってことでこんな感じで、まあ最後にね、さっき Y ポイント減ったっていう話したけど、ご褒美の間だと昔は240とか稼げたよね。240とかやばくね。今思えばやばいよね。240とか稼げて、前回が170かな、で今回が110。まあだいぶね減ってきてて、まあまあ俺はね、俺はゲームに携わってないから、いや、いろいろまあ事情があるんやろ、多分ね。事情があって Y ポイントを減らしてるとは思うんやけど、でも正直ね、俺は Y ポイント減らすのはね、あんまり良くないと思う。まあ多分ね、そりゃ運営していくにあたってね、課金者を増やしていかなきゃいけないっていうのがあるんやろうけど、それだったらガチャを渋くした方がまだ良くない？嫌だよ。嫌だけど、嫌だけど、例えば駒母ちゃんを 0.3% とかにしてよ。0.3% とかにして、ただ稼げる Y ポイントをもう同じか前みたいに増やす。だから今回で言ったら200ポイントとか稼げる。200ポイントとか稼げるけど、まあガチャがちょっと渋いみたいな。そっちの方がもちろん嫌だけど、前みたいにガチャも 0.5% とか 6% で、ポイントも200ぐらい稼げる、イエーイっていうのができないのであれば、まだポイントは稼げてガチャが渋い方がガチャは回せるからね。まだそっちの方がいいんじゃないかなと思うけどね。まあ別に思ったところで意味ないんだけどね。はい、今回のイベントの感想でした。また次の動画でお会いしましょう。じゃあ。